こんばんは。今日私はね、千葉県東金市にあるインマヌエル墓地、教会の墓地にですね、まあ別名外人墓地と呼ばれている場所に来ております。そして今日はなんと、視聴者、そして YouTube もされている、アキさんとのコラボです。顔出しはしてないんでお声をお願いします。はい、こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、こちら、アキさんという方はですね、事故で、怪我したワンちゃんとか、あと、これから殺処分になる一歩手前のところの猫ちゃんとかをですね、保護されている、すごく、愛に溢れたというか、優しい方です。で、YouTube のね、ショート動画で、その、元気になった猫ちゃん。はい。とか、ワンちゃんのまあ、ワンちゃんは、あれですね。はい。猫ちゃんの姿をね、こう、撮っているので、もう、見たらほっこりしますんで、ぜひ皆さんも見てください。そしてね、いつも私の、動画を見てくださって、しかもコメントもしてくださっているので、はい、まあ、ひょんなことから、はい、今日ここに一緒に来たという感じです。ね、どうですか？怖いですよね、はい。怖いですね。これは怖いです。完全墓地です。すごい。はい。で、もう一つね、言いたいことがあります。で、アキさんはですね、まあ、小さい頃に、幽霊を見てから、ちょくちょく幽霊を見るという経験をされていらっしゃる、はい、ということですよね。そうなんですよ。これはなかなか聞いたことない。私はもう羨ましくてしょうがないっていうスキルなんですよ。そう。でもまあ別にその、何ですか、その除霊とかそういうことはしない。はい、できないですね。できないです。あくまでも、その、どれぐらいの頻度なんですかね。どれぐらいの頻度ね。なんとも言えないんですけど、はい、だけど、なんかこう、なんて言うんでしょう、波動が合っちゃうっていうか、なんか、ピタッと合うと、はいはい、脳に飛び込んできちゃうんで、映像が。あ、だから、そういう時に本当にこう、何度もそういうことがあったんで。はい。はっきり見える。はっきり見える時と、うっすら見える時と。なるほど。これ何だろうっていうのとか。で、そして、墓地だと、より見える可能性が高いと。墓地では子供の頃遊んでましたからね。そして霊能力を、霊能力って言ったらもしかしたらね、大げさかもしれないですけど、霊を見ることができる、アキさんと今日は。そうですよね。行きましょうか、それでは。はい。行くわよ、行きましょう。完全墓地です。あれですよね。はい。日本の方もですよね、ここは、ね。ここは日本の方もいらっしゃるんですね。で、先ほど言ったこの外人墓地っていう。すいませんね、皆さん。こんばんは、こんばんは。申し訳ないです。こんばんは。失礼します。すいません。お騒がせしちゃいます。お騒がせします。申し訳ない。お騒がせします。夜は来ることないですからね。どうですか？なんか、やっぱりちょっとね、はい、ちょっとね、こう、ざわつくものがありますよね。何か感じますか？すいません、失礼します。昔からある古い方の感じのね。そうですね。先祖代々ですね。はい。まあ、いや、勝手にこうずかずかと、ずかずか。あ、まあこれ以上はいけないですね。そうですね。はい。すいません。すいません。すいません。さあ、そろそろ。ちなみに、はい、動画を見ている方、外人墓地と、名称が打たれていますけども、実際は日本の方です。そこ、今から行くところはですね。はい、で、なんで外人墓地と言われているのか、あ、ここですね。ここです。なぜ外人墓地と言われているのか、それは、キリスト教の、信者の方ですね。はい、が、ここで、いらっしゃるということです。はい、では行きましょう。葉っぱが。わあ、すごいですね。まず、あれ、はい、向こうにもありますけど。ありますね。失礼します。失礼します。
東金キリスト社の墓、1983年、はい、はい、ってことは大体、パッと出てこない、40年前ですね、はい、はい、40年前です。我また新しき天と新しき地とを見たり、はい、ここは開くんですかね。ここは何でしょう。まあまあ開けるのはもう完全罰当たりでしょうね。開けてみます。はい、閉まってます。閉まってますね。これは何かお祈りするところですかね。あ、お名前がねちょっと写せないんですけども、はい、お名前が書いてありますね。ほら、日本人の方ですね。あ、そうですね、はい、こちらも、あ、はい、横にね、あの亡くなった日とかも書いてあるんですね。亡くなった日とか書いてありますね。で、全員日本の方ですね、やっぱり。そうですね。女性の方が多いようですね。本当ですね。女性の方が多いですね。本当だ。私を信じる。たとえ死んでも生きる。私を信じる者は、たとえ死んでも生きる。なるほど、すごいですね。私を信じる者っていうのはキリストのことを指してるんでしょうかね。たとえ死んでも生きるか。なるほど、生きるね。まあ、はい、今のこの現代においては、はい、今のフレーズっていうのはちょっと何かんって思うような引っかかるような言葉かもしれないんですけども、そうですね、その誕生、その方の生まれが1910年代が多かったように見えたんですよ。あ、そうですね。ってことはかなりお年も、もうそうですよね。そうですよね。で、ちょっと待ってください。これ、こちらです。こちらは十字架しっかり書いてあります。上がってみます。はい。我らの国籍は天にあり、インマヌエル千葉キリスト教会墓地、うん、なるほど。何かうなり声が聞こえましたけど、聞こえません？何か聞こえました？ええ、うなり声が聞こえましたね。なんだろう、うなり声。ええ、こっちの方でなんだろう、怖っ。私こっちに少し一瞬気配を感じたんですね。そうなんですね。これ裏これは何だろう、もしかして。これは何ですかね。もしかしてって言ったんですけど、お骨が入ってるとかするんじゃないですよね。いや、こっちには入ってそうですよね。あ、鍵がある方に。はい、どっちに入ってるか分かんないですけども、うん、こ、あ、お骨入ってそうですね。じゃなきゃこの、これはないでしょうね。入ってるかもしれないんですね。はい、もしかしたらこれは入ってるかもしれませんね。ねえ、これがありますもんね。そうなんですか。ただその時代が時代じゃないですか。そうですね。それでもこうやって、なんだろう、その当時に例えば自分はキリスト教を信じているとして、お墓も別にするっていうふうにするって結構難儀じゃなかったんですかね、当時は。まあ想像の範囲でしかないんですけども、まあ例えば昭和初期でしたら、何言ってんだって、うちのね、お墓に入れよみたいな。そうですよね。そういう反発というか、あったでしょうね。あったでしょうね。それでも、はい。それでも、こういうふうに立てて、
ここに、こういうも、こういうところに、死後もなおここに入ったっていう、その意志の強さっていうのは、そうですよね。感じますね。意志の強さというか、信仰の思いの強さというか。そうですね。はあ、そこに私は敬意を感じますね。もちろん、めんどくさい人だったのかもしれないですよ。わかんないですけど。もしかしたらね、わかんないですよ。その時代からすればね、何を言ってんだみたいな。ねえ、これだけ大きな形で、しかも、隣は日本の古来の形で、で、ここに建てるってすごいですね。圧力もすごかっただろうに、それでもこういうふうにしたっていう。そうですよね。はい。行動力は、行動力しかり。管理されてますもんね。管理されてますね。すごい。普通に考えたら、だってね、亡くなったら先祖の、ね、あ、なんか気配感じました。いや、あっちの方がちょっと気になるなと思って。向こう気になります？さっきうなり声が聞こえたんで、行きましょうか。犬とかがいないんで、野犬とかいないので、はい、なんかなと思ったんですが。行ってもいいですか？この先は何があるんでしょうね。何があるんでしょうかね。アキさん、無理せずに。はい。はい。怖い、怖いと思うので。でも、はい。大丈夫ですか？野生動物だったら絶対に守りますんで。安心してください。少ないませんのでね。ああ、そうですね。いるのはタヌクとかね。はい。まあ、そうですね。可愛らしいのがいますね。はい。この辺から聞こえたんですけどね、なんかね。特にね。特にですよね。ないですよね。ああ、なんかすごい、あれですね。はい、うわ、なんかね。はい。うん、なんか来ますね。ちょっと。来ますか。嫌な感じ。これ以上行きたくないなっていうのがありますね。私だけじゃ行ってみていいですか？一人ですか、ここ。ああ、そうですね。そうなっちゃいますね。そうなっちゃいますね。ちょっときついですね。はい。行きますよ。はい。行くであれば。はい、じゃあ行きましょう。はい。ちょっと行ってみましょうかね。どうでしょう、ね。はい。霊感のある秋さんがこれ以上ちょっと。なんでしょう。むしろ。いや、なんていうのかな、雰囲気がね、はい、もうゾワゾワしちゃうとね、はい、鳥肌が立つような感じがあるんで。そうですよね。この先には何があるのかな。道具があって、これは何だろう。うわ、すごいな。いや、私はね、なんとなく数人の雰囲気というか、何か感じなくはないですね。すごいです。ね、もうね、寒気ばっかり。水たまりです。はい。寒気しますね、ここ。寒気しますか。これ立派ですね。これ寒むすぎって言うんでしょうね。こちらの方の名産の。すごいね。ああ、でも寒気。誰かいませんね。え？嫌だな。大丈夫ですね。いや、誰もいないですね。うわぁ、すごくすごく。何か感じますか？あ、ここ急に広いですね。ねえ、なんでしょう。特に何かあるわけではないですね。この先まだ行ってもなんかありますか？多分ずっとこういうのが続く。こういうのが続くんでしょうね。はい。引き返しますか？そうですね。はい。どういう人が、こう、残っているというか、霊としているんですかね？そこまではさすがにわかんないですか？そうです。こう、なんて言うんでしょう。住むにはね、わからないんですね。はい。何回かこう、集中して見に来たりとかすると、はい、こう
パッとこう分かるようになったりとかするんですよ。なるほど。すぐには一見してすぐには分からない。はい。まあまあ。すぐに分かる時もあるんですよ。はい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 。なのでその時々によってなんですね。はい。はい。リアルですね。はい。こちらに扉があったんですね。扉があったんですね。ちょっと扉の前まで行ってみようかな。行ってみましょうか。はい。あ、なるほど。こちらにも名前が書いてあるってことは。そうですね。はい。これカメラは映せませんけども。はい。はい。じゃあこちらの中に。あ、待って。いらっしゃるということですね。1歳とか。あ、本当だ。10ヶ月の方も。年齢も書いてある。いらっしゃいますね。大体が80代とか。20代、10ヶ月なんてありますね。本当ですね。あの見えるのが事の発端が小学校の、はい、あの3年生か4年生の頃だったんですけど、はい、あの長屋みたいなアパート住んでまして、はい、その2つ隣ぐらいに一人暮らしのおじいさんがいたんですよ、はい、でいつもお菓子くれたりなんかしてて、はい、親しくはしてたんですけど、はい、豆電球一つになってて、はい、いない日があったんですね、はい、で出かけてるんだなと思ったら、はい、あの犬の散歩をした時に、はい、中から苦しむ声が聞こえたんですよ。苦しむ声、はい、であれ苦しいなのか何だろうと思って、はい、近くに住んでたおじさんに、はい、なんか苦しんでるから見てあげてくれって言って、はい、一緒に行ったんですよ、はい、それであのドアがね開いてたんで鍵がかかってなくて、はいはいはい、それで中入ったらもう腐敗して、亡くなってたんですよ。それでねあれと思って私はあのおじいさんの声を聞いたのにおかしいなって思ったんです。それで近所のおばさんが、はいはい、あきちゃんどうしてわかったのって言ったんですよ、はい、でみんなわかんない、え、もしかしてみんなわからないってことかなって思って、はい、返事ができなかったんです。ああ、小学生ですもんね。その時に変な子ねって言われたんですよ。あそれで、もしかしてみんなわからないんだって思ったら、はい、なんかねもう喋れなくなっちゃったんですよ。こう私の見てる世界を、あ、他の人に変な子って言われちゃうんで。なるほど。当時はね。でその後もまあ、はい、それがもう最初で、最初でそこからもう亡くなった近所のおばあさんを見たりとかああ、いろいろあるんですよ。見た時はどう思ったんですか。だって亡くなってるって分かってる状態で見たんですか。近所のおばあさんはもう亡くなってたんですけど、はい、その方はね、どうしてもしてほしいことがあって、はい、目の前にいたんですよ、はい、それはね自分の家の大きなイチョウの木の、はい、この枯れ葉をね、はい、掃除してほしくて出てきてたんですね。それを見て、はい、ほうきを持ってたんで、その亡くなったおばあさんが、はい、でそのほうきを持ってるんで、あ、もしかして掃除をしたいんだと思って、はい、母と二人でイチョウのね、はい、こういう狭い道路だったんですけど、はい、一面になってたのを全部掃除したんです。そしたらね、いなくなったんですよ。それからね、見なくなったんですけど、はい、その掃除をしてほしかったんだなと思って。なるほど。直接じゃあ言われたわけじゃないんですけども、そうなんです、ああ。でもどうしてもこっちを見てるんで、はい、私が見えてるの分かってるんだなと思ってちょっと怖かったんですけど、自分の、はい、白い老婆っていたじゃないですか。白い老婆、はい、はい、ああいう感じの見た目だったんです。はあれだと怖いですよね、みんなね。はい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 、はい、でもね、生前からああいう感じだったんで、なかったんですけど、今思えば、はい、すごいそっくりだなと思ってへえ。ちょっと不気味に感じちゃったんですけどね。うわぁ。そういうのあるんですよ。他にもあります？だから、なんでしょう、私が、こう、普通の人と違って、はい。
違うものが見えちゃうのかなと思ってたから、はい、お友達とも遊べなくて、はい、友達もできなかったんですね。それであの小学校の時この八王子のね、はい、あの近所の墓地で、あの墓地の中に白い像をね祀ってあるところがあったもんですから、はい、そこへ行くのが好きでね、あのこういう墓地のね道を通って行ってたんですけど、はい、いつもやっぱりねおばあさんがいたんですよ、はい、でそのおばあさんが、はい、あのいつもこうお参りしてんですよね、お墓で、はいはいはい、でそれでいつも会うんで、はい、あの時ね河原でねコスモスの花か何かをね持ってったんですよ、はい、でこれどうぞって言って、はい、あの渡したら、はい、ありがとうって言ったんですね、はい、で ありがとうって言われたのすごく子供ながらに嬉しくて、はい、でじゃあって言ってあのまっすぐ走って行って振り返ったらもういなかったんですよ。それであれもういないと思ったんですけど、帰りに通ったらコスモスがそこのお墓の前に置いてあったんですね。はい、だからもしかしてあれは私が見たのは本当のおばあさんじゃなかったのかなって思ったんですね。それもそういうこともありましたね。うわ、でもそれ以来ねおばあさん見なかったんですね、はい、ああ、それからが最後だったんですけど、ええ、でそのおばあさんもそこで見なくなったんで、はい、いつもそこのお墓にお花をねあの取ってはタンポポなとかねそういうのを取ってきては置いといたんですね。いつも置いてました私こういうお墓に。はあ、ちなみにそのタンポポあコスモスを渡した場所がそこの、はい、そうなんですね多分、はあ、そこのおばあさんそこに眠ってたのかな今思えばなんですけどね、多分そうだったんだと思うんですよね。うわ、そういうのもありましたね。それを私は今あの墓地で聞いてます他にはそう、私だから私自身は霊を見たことがない、はっきりは見たことないんですよ、はい、私はその気配は感じて、それだって本当かどうかもわからない、声も聞こえたって言っても本当かどうかも全くわからないですよ、はい、だけど私の中ではうわーって思うんですよね。ちなみに私の後ろとか私の周りとか、はい、そういうのは何も感じないですか？あの初めて会った時はわからないんです。あで、はい、あの今までもそうなんですけど、はい、あのあ動物ですね、はい、自分 の, あの血がつながってるもののことはわかるんですよ。はだけどそれ以外の方のことはわからないんですね、はい、であのこの間あの一緒のあのアルバイト先で働いてる、はい、あの同僚の方の女性なんですけどね、はい、ふっと見たらあの後ろに男の人がいたんですよ、はい、はっと思ったんですけど、はい、その時は言わなかったんですけど、はい、その次に一緒になった時に、はい、やっぱりいるんですよ、はい、でこういうあの感じの人知ってますかって言ったら、はい、あ聞いてみるって家族に聞いてみるって言ってたんですね、はいはいはい、そしたらあなんかね私は知らないんだけど、はい、私の生まれる前に、はい、あのおじいさん方の方にいる人だった男の人がいるんだよって、その人のことかなって、特徴はそう、特徴は、はい、その人なんじゃないかって言うんですね。でその人がなんか後ろに守護霊みたいな形でついている様子ですね。ああ私守護霊っていうのはいないと思ってたんですけど、はい、なんかそういう方っていうのはついてるみたいなんですね。であとはあの母と、はい、あの八王子の母とですね、はい、実の母と話をして電話で話した時に、はい、なんかね受話器からプーンと匂うんですよ、お酒の匂いが、はあ、で母にあれなんかお酒飲んだのって言ったら、はい、なんでわかるのって、はい、どうしてわかるのって、今あのスーパー行ったら、はい、あのワインをね、はい、売ってて、はい、あの飲んでってください試し飲みって言われてたから飲んできたのよ、ほーん言うんですよそういうなんかものもわかる、はーなんで、じゃあ普段お酒は飲まない方なんですか？そうですね、もうあの父がねあの闘病してたんで、はい、飲むことはなかったんですけど、はい、たまたま飲んでしまったみたいで、はあ、なんだそれ。受話器から匂ったっていうのが、なんかね、ありえないですよね。
そうですね、そういうのもあります。本当に個人ですよね。ちょっと行ってみますか。ここはここで終わっちゃってますね。あ、まあそうですけどね。あれはすごいですね。なんか不思議な形をされてますよね。してますね。まあ、ちょっと行ってみようかな。こちらはでも本当に静かな、はい、何事もない、きっとあの人たち何やってるのかしらって思ってるかな。すごい立派ですね。立派ですね、立派です。さらにその奥にもお墓が。うちの、 あの母の実家は土葬なんですけど、はい、こういう広いところだったんですが、はい、私入れなかったんですね。ここにあの埋まってるのが分かるんですよ、どこにいるっていうのが。4人いたんですけど当時、はいはい、だからお墓に怖くて行けなくて、子供ながらにね、はいはいはい、こことこことここに埋まってるって私には見えるんですね。だけどそこをこうズケズケと行ってしまうのが怖くてできなかったんですよ。で全然お墓参りしたことなかったんですね、母方の。はあ、ええ、土葬だったから。そうなんです。でその頭の上をこう土足だっていうか上がってしまうの、はい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 、申し訳なさみたいな、申し訳ないし怖いしで、ね、できなかったんですよ。はあ、はい、でいつもこのお墓のこの出入り口のところにこう黒い影が4人ぐらい、こう5人ぐらいいたかな、はい、いつもこう座ってるんですね。それは見たことあります。怖かったですけど、それでお墓参り行ってもお墓までは絶対行かなかったです。うわー、それなんだろう、そのただ単にその幽霊が見えるとかそういう話のからもう違くて、いやでもそれこそが、うん、なんだろう、とてもリアリティというか、を感じますね、私は。なんかその話、そのこんなに幽霊を見て、こんな風に幽霊を見たっていう話じゃないじゃないですか、うん、うわぁ、リアル、リアル。でも羨ましい。はい、やっぱりあの友達とかも、見えないとかって言うんで、はい、よしじゃあと思って、あの写真に収めてやろうって自分で思うんですね。それであの犬の散歩してる朝だったんですけど、はい、あのすごく古いね、民家のお家の庭の竹やぶの間から、こういう間から、はい、男の人がグレーの薄暗いグレーの男の人がね浮いてたんですよ。浮いてた、はい、あこれはいいと思って、はい、あの写そうと思ったら目があって気がつかれちゃって、はい、消えちゃったんですよね。あだから朝ねすごくね、すごす、なんだろう、すがすがしい顔してね、はい、あのその人浮いてたんですよ。へえ、不思議な感じだったんですけど。何歳ぐらいだったんですか。あのね、昭和じゃないと思うんですね。ああ、なんかあの浴衣みたいな、あの坊主頭で浴衣みたいの着てたんですよ。はあ、それであの顔もはっきり覚えてるんですよね、丸顔で。はい、そうですね、何歳ぐらいだ、そんなに年はいってないと思うんですけどね。はあ、40代後半くらいでしたかね。なるほど。いや、うわ、そうですか。はい。いや、皆さんにね、見てって思ってこのね、証拠よって思ったんですけど消えちゃったんで、え、それしちゃった。仮にシャッターを押せたとしたら撮れてたんですかね、はい、どうなんでしょう ね、その前に逃げられちゃいましたけど消えちゃった。うわ、スマホを構えてたのにバレちゃったのかな。あそんなこと。あ、スマホ時代、え、もうつい2年も経ってないかな、2年ぐらいかな、そんな感じの、はい。で浴衣だからまあ大正時代くらいと想像できますよ ね、そうですね。ってことは2年前の大正時代ですから、まあだから80年か90年ぐらい前。そうですね。って考えると死後、まあその人がいつ亡くなったのかわかんないですけども、まあ10年以上、まあ、間違いなく30年以上は
経過してでも幽霊は幽霊として存在しているっていうふうに考えられますね。そうですね。ってことは死後30年以上は幽霊の期間が人にはある可能性がまあ高いと考えられますね。うわ、不思議、それどういうことだ、どういうことそれ。あのあれもあのなんだろう、あのなんだっけな、本堂で、あのまあうちのね、はい、あのお寺さん、お墓がある、はい、お寺さんの本堂で、あの義理の父を見たこともありますし、三回忌のお経をあげてもらった時に、はい、本堂のあのなんだろう、仏様が、仏像がある斜め上の方に、はい、ペットボトル2リットルぐらいの大きさで、え、うちの義理の父がでいたんですよ。大きさ、はい、大きさが小さくなってる。そうなんですよ、小さくもなれるのかなと思って、はい、あのびっくりしたんですけど、はい、え、なんであんなところにいるのかなと思ったら、なんかね、腕組みして、はい、お坊さんのこと見てるんですよ、はい、でなんだろうな、なんであんな、なんであんな腕組みしてるんだろうなと思ってたんですけど、はい、であのまあその三回忌終わった後に、はい、あのうちの主人に、はい、え、こうやっていたんだけどどう思うって言ったら、はい、あ、もしかしたらそのお坊さんのこと嫌いだったからお気を上げてもらったの嫌だったのかなって言うんですよ。あ、そうなんだって言って、はあ、いたの見えなかったって言ったら、見えない、もうみんな見えないって言うんだよね。あ、そうか。それでも面白い。だから要するにお坊さん、私たちはお坊さんに頼めば、うん、なんか亡くなった方にとってプラスの影響を与えてくれると思って、はい、頼んでお願いしているけれども、それはあくまでもこちらの勝手な思い込みでしかない可能性もあるっていうことですよね。だから知らなかったんで、父には申し訳ないことしました。はっきり見えてるってことですね。はっきり見えましたね。もういつも着てたお気に入りの白いポロシャツと、はい、あの白いズボン履いてたんですよ。はあ。だからはっきり分かりましたね。うわ、そういうのもあるんですね。それ一瞬じゃないんですもんね、ずっと見えてるってことですね。ずっといたんですね、はい、でも目を離した月に消えてしまったんで、はい、ああ消えちゃったと思ったんですけど、まあ、不思議なのは消えたりできるってことが、そうですね、とても不思議に思いますね。うわー、なるほど。まあね、はい。いろんなことがあります、まだまだね、はい、まあ、ちょっと話せない、こうね、こうね、話せないようなことも、話せないようなこともありますか。あります、はい。そう、話せないっていうのはその人が絡んでたりとかっていうことですかね。そうですね。ああ、なるほど。絡んで、まあ、それはしょうがないですよね、はい、はい、なるほど、わかりました。じゃあここら辺で終わりにしますか。はい、はい、じゃあすいません、秋さんありがとうございました。こちらこそ、すごいね、貴重なお話をあのしてくださいました。しかも今日初めて夜に、はい、墓地にこうやって果たしてこうね、はい、付き合ってくださって本当にありがとうございます、ね、静かな墓地ですね。まあ今日はね、あ、現れませんでしたけども、そうですね、また何か、はい、あ、これはって思ったらなんかコメントいつでもしてほしいです。はい、じゃあ皆さん、これ聞いてくれた皆さん、もう今日はね、え、それでそれでみたいな感じになったと思います。はい。今日も見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。はい、それじゃあ、またねー。またねー。